だから影事とかダメない。ああ、でも下から見たことないもん。ああ、パチンコぐらいですね。パチンコ見たことない、選手の時は。あんた人気あるけ行かれんのよ、ないね、ね、なかったね。行ってはそんな暇なかったんですね。うん、せーの、本日のよろぴこ。はい、コロナに負けないプレイボール、よろぴこ。デートばっかりしょんじゃけ。ああ、そこら辺の話はこっちになるそうです。いつもおらんかったよね、休みの日は。あ、おらんかったね。僕らはパチンコとかショールのに、ああ、ね、パチンコとかスロットショールのに、はい、おらんもんね。ゴルフはあの時まだダメだったですもんね。うん、してなかったね。そうなんですか。はおらんかった、いつも。マジで。多分前の日からおらんと思う。前の日からですね。多分間違いなくおらんと思う。で、日南じゃなくて、宮崎の市内って言われて。宮崎日日新聞から電話が入ったもん。また来てましたよ。お母さん、バッチリ流してます。あれね、あれそういうのって前作りですか。でしょ。うん。みんな知ってましたよ。知ってた。みんな知ってた。ほで、あそこさ、夜走りやすいんよ。走りやすい。西南海岸は。ああ。あのライトが見えるから相手が。はいはい。だから。あの宮崎市内まで出るまで、うん、もう普通に飛ばせるわけ。そういう意味ね。ランニングじゃなくて、いや、あれそれは海岸でも海岸沿いの沿いです、ね、道路のことよるけどね。沿いですね。そうそう、あのあそこで喫茶店のマスターの仲良くて俺、うん、あったんよ、はい、日南で、はい、その人が車貸してくれたからいつも前の日宮崎まで出て、まあ、行ったで、あそこのフェニックスのホテルがあるやん、あそこの海岸沿いに、はいはい、今でかいやつあるけど、あのゴルフ場の隣接して2つホテルがあるんよ、はいはい、あったんよ、そこ泊まってたね、大体が。僕は自慢じゃないけど、日蘭ホテル泊まったことないけどね。木戸荘木戸荘の旅館に行けちゃう。何でしょうか、ネタ帳ありませんか。僕はあの1年目にもうとにかく暖房なんかないんですよ、はい、で1年目でもうきつくてしんどいで帰ってくるわけでしょ、はい、それで風呂入って、はい、たら今日は川上哲治さんの公演があるけ、日南ホテル来てる。そうそう、有名な話ですね。そう、はい、大和お前、いや全部全員行ったんですよ。違う違う、ん、一番前で寝たろ。え、お前と山が。山寝てないですよ。お前寝たんか。僕はこうやって寝てる。それでそれが終わってで、もう眠いとこじゃないですよ。で暖房がすごいけ、そうそう、はいはいはい、私は前に最初はこうやったんですよ、はい、最後はね、こうやったらしい。いや、マジで、うん、ほんましんどかったよな。しんどかったよ。でも、野球の神様ですよ。そう、神様目の前ですよ。目の前だけ。あ、すごいっすね。それで、帰って集合って言われたんですよ、はい、で、行ったら次の日、親父が見に来るんですよ。はい、ここはゲーム始まるよ、はい、見に来るんです。で、ミーティングで、おい、今日のミーティングで寝とるやつおる。もうこれは、おいおい帰ってもらおうと。親父明日来るなんて、どうするんだったら、パッと見たら、お母さんが泣きそうな顔しとった。お母さん寝とったよ。お母さん自分のことじゃ思って。で、まあまあそ、次の日のことだけ、次の日もなくて、はい、それで小分けで2の2打ったんですよ。で、残してもらったんですよ、そのおかげで。本当に本当に。なるほど。それで、終わって、その時、カープの方の2軍は、クレでやったんですよ。はいはいはい、でそこで別れてくれ言ったんです、はい、言ったらもうどれだけやられたか、行った瞬間に、はあ、お前かねたやつはとか言ってまる。すごい連絡網じゃ思いながら、あーすごいですね。よう寝やがったの言ってからもうノックの嵐だっけ。あでもね、ほんま寝るよな、うん、寝ますよね。あのね、ヘッドヘッドになってるやんか、うん、どうぞ。ほんであの時、今の覚えてる、川上さん来てくれてさ、あ、覚えてますか。覚えてる覚えてる。で、もう一番眠たい時間ないな、飯食ってから。そうそうそう、そうですよね。田村さんでもホテルに戻ったんじゃない。ホテルにいたよ。俺、軌道層から行ったらボッと分かるよ。
で、強くなったなくなったよな、全部ミーティングもなくなって、全部なくなったよ。強くなったんですね。ああ、ない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 、なくなったよな。最初弱い時、俺も1年目入ったんだ、あって、それで今度フォーメーションの本があるわけよ、こうやって、はいはい、こう、フォーメーションこうするって。あ、それはミーティングで、ミーティング全勉強する全員でね、うん、で、それもなくなったよ。で、一番笑ったのが、俺高校から行ったやんか、うん、で、プロ入って1年目よな、全然知らないやん、みたいな。で、あと山本和之さん、はい、はいはいはい、何しろ向こう行けと。向こう和之の行けと。ああ、はいはい、勝った方は行け。で、そのフォーメーションプレーも全部本で出てたけど、でもその時は監督誰ですか。ルーツでしょ。ジョールーツ、ね、で、笑ったのがさ、これからは野球選手もマナーを知らなきゃいけないって。要は食事のマナー。はい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 。で、フォークとナイフやる。はい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 。そこからですね。フォークナイフ。なんか巨人の牛出てきそう。フォークとナイフ。で、使ったことないやん、そんな。僕はあるけど。かわいい。いや、ボンボンで。ボンボンですか。で、こう外からやん。はいはいはい。で、こう多分、目の前、道屋さんがいたんや。道屋さん。道屋さんがいたんや。で、最後、デザートな。リンゴ、リンゴもな、手を使って切ったらあかんのや。はい、さらにリンゴこうやってパンってパキーンって皿ごと割れたからね。あ、皿ごとですか。いきなりパンっていったから。そういうの覚えてるな、ジョールーツ監督の時に。そうやってちゃんとしなきゃいけないって。なんかいいですね、昭和感満載でですね。6月には帰ったけどな。あ、そうそうね、うん、で、小葉監督ですもんね。そうそう、うん、だけど、まあでね、そう、小賀さんもすごいですよね。それで勝ったんだけどね、そうは言っても。いや、そうですよね。本当は、和義さんやるか、小賀さんやるかだったよね。選手やったっけでしょ、和義さんがね。そうね、本当は和義さんの話もあったんよね。うん、で、小賀さんが優勝してずっと やってしまったから、和義さんがコーチになって監督の目がないからロッテ行ったよね。なるほど。近鉄行ったの。近鉄からロッテか、うん、そう、はいはい、近鉄、西本さんの紹介でロッテ行ったんです。で、そったよね、監督したよな、はいはい、いろいろやっぱありますよね、うん、すごい野球の鬼じゃっけ、はい、広島だよな。広島で僕らが1年目はね、終わってオフは毎朝5時半ですよ、家毎朝山崎と2人が和義さんち毎日夜、あのマンションの上でバッとスイングですよ、うん、おー、そうですか、うん、そんな批判もあるんですね。僕は宇品から山のとこ行って 山が国体寺だっけ、うん、あそこから和代さんの大手町まで行くんですよ、うん、で、終わって夜大手町マンションな、マンション、うん、あそこの上でバッと振って7時半ぐらいから飯を食わせてもらうんですよ。で、その後お話が始まるわけですよ、うん、また川上さんと一緒。それで、それが終わってで、やっぱ眠って、はい、山崎の家で途中で寝て帰ったりしとったり。日高さんに覚えてるんです。指定してる。日高さんもおった、その時。おった、はい、指定した。あの日本ハムカーでクビになってカープのテストを受けるのに、そう、あ、広島なんですよ、はいはい、で、その人も一緒にやったんです、うん、まだやってんの天使やってるんでしょ、天使でしょ、天使か、うん、天ぷら、うん、な、やったよな、ようやってもうたよ、僕は和代さんと。俺も何回も行った、カズさんち。ああ、そうですね、ご飯食べに行こう。もう野球が好きやっけ。ですよね、本当に。お前野球のおじだったよな。ですね。だけど今僕も継承勝利よ、野球の村にはね。野球の鬼、うん、トレント君ってダイビングせえってね。カズさんそうなんですよ。要は中川ジャンちゃんがあのノック受けたらサードの音にショートのノックってダイビングするんですよ、あの中川さんが。あったな、そういうのは。確かに嬉しい、出たわけもあるのに。ナイスのダイビングせえっつってな。そうそうそう。いや、僕、小学、中学生に全部やるでしょ。おー。それをやって、お前バカかいやつはおらんで、うん、で、いつか取れるかもしれん。そうですね。そう。そうやって、それで、まあ人工芝だっけ、うん、外よりは痛くないんで。はい、そうですね。で、あの、でね、それってね、それってね、地面と接する方いいんよ、うん。あの、体の、いわゆる、そう、怪我防止とか、はい、あの、スライディング普段からしてる方が、うん、下手な子はね、やっぱり大変、うん、痛い気せんのですよ。はいはいはい。だけど、痛ない時に刺して、今だからもういろんなこと刺すようですよ。毛が防止になるもんね、うん、普段から刺すと、うん、高橋さんが脳詰まってるね。これは詰まってないけど、カロンコロン揺れるんよ、ほんまほんま。
もうマジか下手だけ下手だから足血だらけなんですよここはどんな考え、やっぱりそのカープの当時のやり方とかそういうことを参考にしてやられてる、はい、今はですね、はい、だからまあ、我々売り出し始めまして、うん、まあ今本当皆さんの本当おかげで、まあ、絶好調 で味本当美味しいもんね、はい、美味しいですもんね、うん、美味しい味一はるかさんの方もすごく喜んでいただいて、あ、本当です、はい、今日はあの冬バージョンとして今ちょっと炊きたてのこれあのうちの新米でございます、ヨロピコ米です、ヨロピコ米ね、ヨロピコ米、ヨロピコ米に焼きサバ高菜を乗っけてもらいまして、これサバはですね炭火で焼いてますんでやっぱり風味も違いますよね、いや、いただきます、で、あの福岡の高菜とでちょっぴり辛さがありますが、よだれ出てきた、出てきたでしょいただきます、はい、どうもどうですか、うまいな、うまいでしょ、うん、おだしね、だしです、だしは何だし、これかつおだしですね、今日はまあお茶でもほんと全然合いますね、面白い、はあ、どうですか、うまっ、うまいですよね、うん、お茶好きほんと合うんですよ、うん、ご視聴ありがとうございました、チャンネル登録といいねをよろしくお願いいたします、本日もありがとうございました、それではゲームセット、次回もよろぴこ。